阿蘇五岳烏帽子岳は三山霧島が絶景、草千里ヶ浜駐車場の攻略法をご紹介します。今回は5月中旬から下旬が見頃の三山霧島ですね、これでピンク色に染まるですね、烏帽子岳の親子俳句を紹介します。烏帽子岳は阿蘇五岳の一つ、標高1337メートルの山です。一番の難所はですね、このベストシーズンの時期に草千里ヶ浜駐車場に停めることです。この草千里ヶ浜駐車場に車を停めるには、まずポイントを一つ、早朝にたどり着くようにしましょう。もう一つの方法ですね、もし早朝にたどり着くことができない場合、南阿蘇経由で草千里ヶ浜駐車場を目指しましょう。通常の波だったらですね、米塚方面からを指すと思うんですけども、米塚方面からだと約渋滞予測が 3.2キロ、ところが南阿蘇方面から行くと我々渋滞600メートルぐらいでした。体感で5倍待ち時間が違いますね。烏帽子岳は駐車場に停めると草千里ヶ浜の奥に見える、もうこの時期だったらピンク色に染まってる山が烏帽子岳です。草千里ヶ浜駐車場にうまく停めることができればトイレもありますし、こちらからですね、草千里ヶ浜の方を抜けて烏帽子岳の方を目指しましょう。烏帽子岳のですね、登り口ですけども、比較的指示とか案内板とか出てるんで、非常に分かりやすいかなと思います。はい、注意点です。草千里ヶ浜の方から、抜けていったときに、烏帽子岳の山頂が見えます。そこを素直にね、進んでいって登ったりすると、そこは登り口じゃありませんので、草千里ヶ浜から、違うですね、左側の方に抜けると、登山道の、急勾配が見えてきます。あと注意点がもう一つあって、売店が5時に閉まります。こちらのですね、草千里ヶ浜駐車場の人気ショップ2つちょっと紹介します。まずはですね、草千里コーヒー焙煎所、もうインスタ映えとかでね、どんどん出てきてます。ただですね、コーヒーが出てくるのがちょっと待ちますね。こちらもちょっと行列店なんですけど、ニューアイスクリームショップ、我々はいつも行ってます。この2店舗やっぱり5時に閉まるので時間配分十分気をつけてください。はい、では本格的な烏帽子岳のね、トレイルになります。もう下から見てもね、三山霧島すごく綺麗なんですけども、最初の尾根筋に出るまでがちょっと急登になります。山頂まで行かなくてもですね、中腹からでも中岳がですね見えます。これは綺麗。尾根筋にね出てしまえばですね、なだらかなルートになりますし、レジャーシートをね広げれるような結構平たい場所なんかもあるので、休憩しながら登ってもいいかなと思います。登山道もですね、結構よく整備されていて、このベストシーズンの時期はですね、短パンでも子供たち登れました。山頂までのですね、登る時間はだいたい1時間なんですけど、まあ三山霧島がすごく綺麗なんでですね、見ながら行くとやっぱりちょっと時間かかります。ただやっぱ楽しいので体感の時間はそこまでありませんでした。山頂に到着しました。山頂、でもね、だって飛行機ってうるさくない？山頂はですね、そこまで広くないので、休憩などにはあまりね適さないと思います。ルート的には
草千里ヶ浜をこう周回するルートももちろんあるんですけども、我々はピークまで行ってまた戻るっていうルートで行かせていただきました。またこのピークからですね降りていくの光景がすごく綺麗ですね。あとですね、この草千里ヶ浜もね、すごく光景が綺麗で、馬もね、放牧されてるんで、一緒に写真撮ったりなんかもできます。あとこの草千里ヶ浜の真ん中にですね、ちょっと丘みたいなのがあるんですけど、これも実はね、駒立山って名前がついてて、まあ、ピークハントを目指す人は、こちらに登るのも一興かと思います。あと非常にねちょっと残念なんですけど草千里ヶ浜でね花火をちょっとされている方がいたんで、ここはねちょっと自然を守る場所なので、もうそういうのはちょっと控えていただきたいですね。はい、降りられたですねちょっと楽しみはやっぱり草千里コーヒーだったりニューアイスクリームショップだったりするので、まあ降りられたね最後の自分のご褒美ということで楽しまれてはいかがでしょうか。今回のですね、阿蘇五岳、烏帽子岳のですね、美山霧島の絶景、それと草千里ヶ浜駐車場の攻略法、こちらの動画、参考になりましたら、チャンネル登録お願いします。